入口料金所、磐台山有料道路は、福島県山郡磐台町大技沙しなあざ、盲来場から、山郡北塩原村大技ヒバルあざゆひら山に至る、一般道路である。通称、磐台山ゴールドラインとも呼ばれる。1970年6月1日開通。かつては、一般有料道路であり、福島県道路公社が管理していたが、料金徴収期間の満了に伴い、 2013年7月25日から、高級的に、無料開放された。福島県道64号合津若松裏、磐梯線の一部である。通称の、磐梯山ゴールドラインの名称は、合図の宝の山と歌った地元の民謡、合図磐梯山を由来とする。アルツ、磐梯スキー場のゲレンデの中を通っているため、陶器の間は11月上旬から翌年4月下旬まで。 全面閉鎖される。バンダイ長原橋から合図バンダイ山の景観を眺めながら、バンダイ山西側の猫コが竹と挟まれた暗部、猫コ八方台を越えて、バンダイ高原ヒバルコへ下り国道459号と接続する延長1 7 6トルの観光道路。バンダイアズマレイクラインとともに、2013年7月から無料開放されている。 バンダイ国立公園内の景観を楽しむ展望パーキングが所々で設けられており、京バンダイ側に、稲わしろ湖を一望する山湖台、飛び滝を望む飛び滝展望台、裏バンダイ側には見え隠れするヒバル湖を望む某湖台、バンダイ山の爆裂噴口を望む高近平がある。冬季は閉鎖されるため、通行できるのは春から秋までとなる。特に、 秋は紅葉の名所として知られる。黄金平駐車場周辺からは、1888年の磐梯山の大噴火の時に生じた爆裂加工を間近に見ることができる。南側の区間には、滝が多く、駐車場がある山古台からは、磐梯山の山陽や稲わし湖を眼下に展望できる。さらに南側は、 アルツワンダイスキー場のゲレンデの中を抜ける標高差のあるワインディングロードとなっている。峠を前後する区間は森林地帯を走り人気の紅葉のスポットとしても知られる。ありがとうございます。